八割はネズミザメ目オナガザメ科に属するサメ。世界中の暖かい海に広く分布する。水深100メートルより深い場所に多い。最大全長4.9メートルに達し、その半分をオヒレが占める。頭の後ろに八の事情の溝があり、他のオナガザメ類との区別が可能である。内温性で体温調節を行う。サバなど浮き魚類をオヒレで打ち、 捕食する。卵食型の体制。2から4尾の子供を産む。マグロハイナワなどで混濁され、肉やヒレ、皮などが利用される。成熟に約10年かかり、産む。子供の数も少ないことから生息数は減少している。世界中の熱帯から温帯海域の沿岸から外洋まで広く分布するが、詳細は限定的にしか分かっていない。 海表面から水深500メートル維新の中層まで見られる。多くは100メートル維新にいる。最大で全長488センチメートル、体重363.8キログラム。オナガザメ類に特徴的な長い尾ひれを持ち、全長の半分を占める。目は非常に大きい。頭部後方背側に切れ込みがあり、上から見ると蜂の字に割れているように見えることが、 名前の由来になっている。配色の体色は、金属光沢のある灰色、メタリックグレーで、褐色や紫色がかっていることもある。腹足は白色。両額板はほぼ同型。円が滑らかな三角形で、先端はやや広角を向いて曲がる。他のオナガザメ2種に比べてやや深い場所に現れる。日周円直移動を行う。気毛により体温調節を行い。 周囲の海水温よりも体温を向上的に高く保つ。餌生物はサバ、日清、カジキなどの浮ウウオ類、甲殻類、糖足類など、おひれで獲物を叩いて気絶させる。体性。胎児が子宮内で未受精卵を食べて育つ卵食型。妊娠期間は12ヶ月、産子数は2から4尾で、通常2尾。 オスは270から2 8 8トル、9から10歳。メスは332から3 5 6トル、12から14歳で、成熟する。生まれた時のサイズは、全長64から1 4 0トル。人に対して危険性はない。主に、マグロハイナワで婚核される。肉質は上等ではないが、フィレ、燻製、干物。 塩漬けなどで消費される。ヒレは深ヒレ、皮は比較製品に加工される。2019年1月18日、後藤市三楽町の白両家浜海水浴場にて打ち上げられた死亡している個体を地元の者が発見した。体長は3.95メートル、その内ち尾びれは1.82メートルある個体だった。ありがとうございます。